が先頭。皆さんグー。対局開始。うわ。が。覇王色の覇気が出てる。ちょっと待って。覇王色の覇気で死にそうなんですけど。覇王色の覇気が出てるんですけど、大丈夫そう。ちょっと待って。って言って、負けると思ってるでしょ。そんな、お前やる前からそのメンタルやったら負けるやんけって思ってるそこのあなた。勝つんですね。なぜなら、今スイッチが入ったから。ここで勝ってヒーローになる。もうその未来が見えましたね。予祝しとく？予祝しとこか。夢を叶える像方式。予祝って夢を叶える像から出てきたんやったかな。矢野監督方式。予祝。あらかじめ祝うと書いて予祝。もう、そうなる前から祝っとくことで、その現実を引き寄せる。そういう効果があると言われる予祝。例えば、阪神であれば、また優勝するシーズンの前から、もう優勝したと。優勝祝いをしておくと。そういうことですね。だからもう勝ちの祝いしとく？勝ちの祝いしときます。あ、これ脇システムやな。現代将棋ってこういうことっていう本があるんですけど、そこでこう、アイアグラの脇システムっていう戦型になれば、先手番が勝ちって書いてあったんですけど、今回ちょっとその脇システムっていうのになりそうで、でなおかつこっち先手番なんで、私の勝ちと。でもどうやって勝ちか忘れたんよな。どうやって、そこが一番大事なんですけど、どうやって勝ちかの手順な。4段ちょっと前やったし、最近脇システムやってなかったから、どうやって勝ちなのか忘れたんですけど、どうやって勝ちなのかっていうことについては、ちょっと忘れてしまったんですけれども、加藤流三七銀戦法。これ絶対加藤流じゃないんですけど、加藤流はね、飛車先の歩を最初伸ばさないんですよね、確か。で、いろいろ含みを持たせるのが、加藤流三七銀戦法だったと思うんですけど、飛車先を伸ばしてるからちょっと違う気がする。で、この角が睨み合うアイアグラ戦を脇システムと呼ぶんですけども、これはなんか先手が、後手陣をひたすら殴り続ける展開になるから、先手が勝ちみたいなのをな書いてたはずなんですけどね。佐々木大地大先生と、増田大先生が書かれてたと思うんですけどね。佐々木大地大先生といえば、あれですからね。王位戦と、王位戦と棋聖戦で合ってます？王位戦と棋聖戦、ダブル挑戦したことで話題になりましたけれども、その佐々木大地大先生が先手勝ちっておっしゃってたような気するんよな。で、これで銀出て、脇システムってことなんですけれども、これで殴り勝てるって聞いたような気するんやけど、同歩で、で、角打ってきて、風で殴るんやったかな。定石に若おじさん。いやー、定石に若おじさんでやっていい将棋じゃないよな、脇システムって。脇システムって結構終盤まで研究されてて、定石に若おじさんがやっていい戦型ではないという説があるんですけど、銀引くのも見たことあるな。でもそういう将棋じゃなかった、なんかそれで勝ちって言ってなかった気がするな。銀引くのは、角なって、なんか金引いて、馬寄ってきたら、角打って、こう馬寄る手を消して、こう馬を詰ましやすくするみたいな手があるんですけど、それなんかこっちが受け一方の展開になって、なんか殴られて負けないイメージがあるんで、やっぱ先殴っていきたいかな。これ3五歩も突き捨てるのはやりすぎ？取られそうな歩を逃げつつ突き捨てとく。でも同歩でなんか馬が通ってくるのもだるいか。取るか。取らせていただきます。はい。取らせていただきます。ここで止まってる。世の中的には同郷しかないって聞いてるんですけど。世の中が通じない。そういうもんなん？そうやって2四歩とかでなんか勝てへんの？馬がでかい。なんか定石間違えてる？定石間違えてる説は大いにあるね。
歩は同歩同銀同銀香成。そこで歩とかでなんか飛車いじめられてとかでややこしいってことなんかな。でもそれ受け金の相当大変やと思うんやけどな。それ受け金のはど根性がいるでしょう。諦めねえ、ど根性が。まあ、とりあえず殴るか。とりあえず殴るか。ただの野蛮人でしかないんですけど、将棋はただの野蛮人が勝つと、そう言われてますから、とりあえず殴りに行って。どうなんですかね。いやー、そこで取ります？同郷で。風なった方がいいかって激烈に微妙ですね。風なったら、同金なんですけど、それを相手陣の形が乱れたと見るのか、金が上に上がって、相手陣が手厚く、上に手厚くなったと見るか。まあ、手厚くなったと見るのが一般じゃないかな。あと、変に歩なり同金ってしちゃうと、相手の方2筋に歩が打てるようになって、ここに歩打って飛車いじめるとかできるようになるんで、うん、ここは歩なり決めないのが、通。通ってもんじゃない？でも、歩打たれてみ、おーおふ、おふ、おふ。ふ、ふうって受ける。ふうってふうなり狙うのはふうって受けられて、微妙なんかな。微妙なんですかね。いや、勝つって言ったから。自力で勝つんや、俺は。待って、今14って書いてた。ゴールド騎士なら、いや、一個足りひんのか。5回は一個足りひんのか。いや、そんなこと考えてる場合ちゃうね。いやー、強者足す？強者、どっちに足すか難しいよな。ここに足すと、飛車寄った時に、強者が鍵になるんですよね。でもなんか飛車でズドーンみたいな手が狙いやすい。ここに強者打つと、飛車、後々寄った時に、強者が鍵ならないんですけど、飛車がズドーンみたいな展開は狙いにくい。なんか上の方がいいんかな。ちょっとわからんかった。どっちがいいかは。神頼み、これは。神だ、いやー、ここに打つか、ここに打つかっていう悩みもあったなー、これ。桂跳ね、桂跳ねが香取りになるもん。でも香車はなんか香車が浮き駒になるから銀打ちとかで狙われるとか後々、あったかもしれないから、なんとも言えないんですねー。あと何分？ 5 分です。ふーって、ちょっと。いじめに行くか。これは端攻めの手筋。まあ、こっちは香車を2枚重ねしたんで、端を狙って、同玉。強く同玉。同玉と取ると、こういう攻めをしていった時に、まあ、そもそも玉が端に近づいてて危ないっていうのと、ここに歩打って受ける手ができないので、相当危ないっていうところがあるんですけど、桂跳ね。もう全てを、全てを、いやー、違うー、ちょっと待ってください、許してください、お願いします、ちょっと神様許してください。あ、でもこれ玉、それ、いや、そう、歩ならずはそれ玉上がられる手ができちゃう。歩なりなら玉上がれなかったんですけど、ならずだと上がる手ができるからやらかしたと思ったけど、それ角ができて帰って厳しいんじゃない？角できた説あるよ。ちょっと待って。そう。一旦落ち着いていい？一旦落ち着かせてもらっていい？これ角どうなん？同玉は取れないね。強者聞いてるから。で、角でこう取るのは、金取った手が強者で王手になるんできついと思うんですよね。だから帰って玉上がり悪手じゃない？玉上がりを誘う風ならずが攻守みたいな。で、これで風なって、同玉ならやっぱり金取った手が王手になるから、あ、なんか手順にと金できていいんじゃないの？手順にと金できていいんじゃないの？つって。ただ次これ、桂なり、同桂、馬で角取る手があるから、そういう手は注意が必要なんですね。いや、ちょっと待って。今何が起きたのかさっぱりわかんない。と金引いて、角に紐つけつつ、次、と金左に、寄る手見せとく？いやー、今の謎のやりとりは結局誰が得したんでしょうか。ライアーゲーム始まってる。騙したと思ったら騙されてる。そういうライアーゲームの、
ライアーゲームの始まりを世の中は告げているのかもしれない。いやー、でもそれ嫌か。と金寄ったら角取られますもんね。ちょっと不切れなんかな。風とかあれば風垂らすとかで殴っていけるかもしれないんですけど、不切れなんでね。いやー、まあまあもう寄るか。このままと金取られるのも嫌なんで、と金で金取りして、もちろん同金なら同角成でいいですし、角取ってこられるんですけど、金補充してから取って、次香成を狙う。ただこれ香成れれば相手玉付近に成り駒できていいんですけど、桂成られるんですよね多分。いやー、そうそう、まあどっちかで飛車取りなんで同桂ですけど、これ取られるとな、相手陣が鉄すぎる。3分です。いや、鉄すぎる、あれマジで。どうやって寄せんの。やる手ない。やる手がないよ。なんか5筋絡める。なんか風入った時風垂らしとか狙える。ちょっとよくわからんけど。あー、でもそうなんや。まあそうか。いや、まあこれで風補充できるんで、なんかもう同歩とかで丁寧に全部受けてくるのかなと思ったんですけど、もう桂馬取ってきましたね。でもこれ5五桂の筋もあるからね。言うとくけど。一旦申告しとくけど、うわー、敵の落ちたいところに言うて。それが将棋か。いや、将棋を知ってるわ。相手の方、将棋を知ってるわ。うん。将棋を知り尽くしてる。将棋とは何たるか。あ、玉と。将棋とは玉と。でもこれで金で嫌味つけとこう。将棋で、あ、将棋じゃない。金で嫌味つけといて。いやー、将棋をし、いやー、これ金取るの同玉で、上来られると入玉される可能性あるから、あえてこっちにスライドしてみようかな。あー、歩が、歩取ったからね。歩取ったから歩が効くと、すべてを見切られている可能性ある。こっちの指し手をすべて、いやー、飛車金両取り。飛車金両取り。借金両取り。記念の馬取り。飛車取ってください。飛車取ってください。飛車取ったら馬取れるんで飛車取ってください。いや、飛車取られても多分負け。まあ、うわー、そんなにしばきに来るの。それ詰めろな。これって馬取ったら、こっちの馬取ったらどうすんの。もう取って寄りってこと。ひえ、もう時間軸が違う。時間軸が早すぎる。まあもう、でもこんなん同飛車は同馬で取られちゃうんで、もうこっちの馬取るぐらいしかないんですけど。まあでも多分罪はないと思うよな。これ詰まされたら、うん、発狂するわ。罪はないと思うんですけど、必死がかかるってことですかね。これで、馬取るのは風なりから、こいつらが火をつい、吹いて、こっちの玉多分罪ですし、同歩は、まあ同香から寄せに来んのかな。まああとはちょっと寄せを眺めるだけって感じになってしまう。同銀で、これ金取って罪か。風なって。なるほどね。同玉なら、頭金。押さえていけば罪ですし、寄るのはいろいろあると思うんですけど、金が手筋で一番わかりやすいですかね。同玉しかないんですけど、銀打って。寄ったり、こっち行くのは全部ここに金打たれて罪ですし、一旦こっち寄るのが一番手数は長いんですけど、桂馬なられて、頭金打たれたら結局罪ですね。惜しかったんでしょうか。加藤先生がそう言うなら、惜しかったんでしょう。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今回後手番でやっていきます。早繰り銀、早繰り銀が得意戦法ということなんですけども、やっていきましょう。早繰り銀か。早繰り銀ゴリゴリ殴ってくるからな。ゴリゴリ殴ってきますからね、嫌なんですけれども、まあそこをカウンターで殴り返していくと。
それが将棋というところですね。歩ついて、あ、金上がって。それはただ一応歩つく手があるというか、角成り同銀で、これたまにやられることあるんですけど、これ歩つけるんですよね。歩ついて、同歩同飛車と。で、よくあるのが、ウェーイ、角打ちで飛車と歩の両取り、ウェーイっていうのが、相居飛車でよくある筋なんですけど、角には飛車よれば、角金両取り、ウェーイって言っていけるんで、角は打てないんですよね。これが銀下なら、飛車で金紐ついてるんで、角打って、飛車寄っても、角なられて、金取れるウェーイっていくと、同飛車って取られて、噴死することになるんですけど、銀上がりを見た、この動きで、銀を上がったことで、飛車の横利きが消えて、金が浮き駒になってるんで、角打ちには、飛車寄りが、角金両取りになって対応できると。で、角が打てないとなると、まあなんか相手の方ここで反撃するっていうのは難しいので、まあ純粋にこっちは、飛車先の歩を交換することができて、まあ、ほくほくと。ほくほくと。いうわけですわ。ってことなんですけど。で、これ、鋭い方だと、歩突き、同歩、歩打ち、同銀に、角打ちが、飛車銀両取りみたいなの、見えるかもしれないんですけど、実際それ角代わりでなんかそういう筋たまにあるんですけど、今回の場合は、飛車銀両取りかけられても、飛車引いた手が、飛車逃げつつ、銀に紐つける手になってるんで、大丈夫ですね。だからまあ相手の方は今の瞬間になんかこっちを一気に殴りに行くのは難しいということで一回玉囲ってきたんですけど、これは次角打たれるんで注意必要ですね。飛車寄っても金に紐がついてるんで角鳴られてしまうと。なんで、まあ、はい。そういうことです。いや、それな、打つんや。いや、それはあると思ったんですよ。それはね、実はあると思ってました。はい。嘘じゃないですよ。嘘ついたことないんで、はい。生まれてこの方。嘘だけはついたことないんで、はい。絶対見えてたんですけど、これはどういうことでしょうか。いや、ほんまに、これはほんまに見えてた。同飛車に角打ちですね。飛車と歩の両取り。ただ、まあ、逃げといて、あー違う、そこじゃないよ、四間飛車にしようと思ったら、まあ、別にここでもいいか。ここでも、まあまあまあ。いやー、でもなー。これこの後金金とかで歩取りに行こうと思ったんですけど、ここだと、ここの歩取って金で取った時に角が歩と金の両取りになっちゃうんで、微妙なんですけど。ちょっと微妙なことしましたね。しかもこれ次、歩突き同歩角打ちが歩の両取りっていう話があるか。じゃあ一回ここの歩守りつつ、まあ、どっかで歩取ってみせてっていう感じで行く。で、歩打たれるんですけど、こんな感じで、まあ、取りに行けるんで、まあ別にそんな、悪くないかなっていう気がしてるんですけど、どうなんですかね。まあ確かに、相手の方としては、何それ。歩守りつつ。まあ相手の方としては、この歩金で取られても、すごい形が悪いんで大丈夫ですよっていうことかなと思ったんですけど、守りに来ましたね、歩を。まあ、ここ残しとけば、ここら辺が壁のまま、こっち残って、ちょっと形悪いのを強要できるんでっていう感じですかね。あと次にこの角打ちが、歩突き同歩、角成りと、しばきに来る手を狙ってるんで、ここを受けときます。許しません、そんなしばきは。はい。絶対に許すなと。筋違い角だけは許すなと、言われてきてますから、筋違い角だけは許すことができないんですね。でも待って、これ銀から歩とか殴られてだるない。銀から歩受けんのむずない。銀から歩同歩同銀とか殴られんの結構受けにくない。自信なくない。大丈夫かな。なんか銀から歩同歩同銀とかなったら角も飛車も銀も8筋効いてきて8筋突破されそうなんですけど、大丈夫かな。ちょっと待って、大丈夫じゃなくない？ちょっと待って、それはね、大丈夫じゃない可能性があるね。
どう対応しよう。どう対応すんの、こういうのって。教えて。いやー、一旦教えてほしい。ちょっと銀出れないのがだるすぎる。銀出ると角出られるんよな。まあ、それ、もう出させてとかもあるかもしれんけど、これ取られたらまた角成り受けなあかんくなるし、めんどくさすぎるよなー、それは。さすがに。さすがにめんどくさすぎて、ちょっとやってないんで、角打つ?歩取り見せながら、銀出てきたら角で歩取るよみたいな。ほんまかよ結局こっちも筋違い角打っとるやないかい。できればこっちは角温存して、こっち角持ってますよ、こっちだけ角持ってますよっていうことを主張に生きていきたかったんですけど、なぜか銀出を防ぐために角を打ってしまったと。なぜか角を打つ羽目になっていまして、これ銀出る手あるか。角出たら銀で角が詰む。まあでも別にな。すぐ取る必要ないからな。で、いいタイミングで取る手を見せられると、嫌な気がするんで、やめとくか。まあ歩とかついて、一旦角の可動域を広げときますか。一旦ね。でもなんかこれどっかで歩ついた時同角が金取りなんの。いやー、そうか。くそ、さっき銀出て、角出たら、銀で詰むとか言ってたんですけど、同じこと言われてる。角出たら銀で角詰むんか。舐めとんの。舐めてないけど。いやー、そうか。嫌だね。いや、銀上がって銀で防ぐか。出られるけど金上がって、左側受けとく?辛いねー。こんなバラバラなることある？こんな、全バラの全ちゃんってこと?意味違うけど。あーで、歩守っといてね。自由自在。あ、でもこれなら歩取れるか、一応。これ銀出れないですもんね。こっちもまあまあ取れるから、まあまあか。あ、飛車寄りとか大丈夫ぞ。飛車寄り角なれるか。なんか飛車からもうなんかブッチしてとか、なんかいろいろ殴られる手が、怖いのは怖いけど、耐えました。で、銀。銀は次銀ってこと?まあ、一回角で歩取り見せると?これ歩取ったら何気に金取りになるの気持ちよくない?ちょっと気持ちよくなれそうじゃない?それ。薬物並みの。薬物並みの気持ちよさ。うぅー木村和樹大先生かな?顔面受けでおなじみ、木村和樹大先生なのかもしれない。実は相手の方は。さあ、木村大先生の可能性が出てきていて、急浮上してる。木村先生説が。どうするんやろ?確かにそれで受けられ、それで受けるもんなんや。歩突きは?同歩なら歩って、まあそれでも飛車寄って金狙われんの気持ち悪いか。この歩回収したい。でも取ると同角なり、歩打ち同歩なり同銀とかで解消するのはあるけど、ちょっとそれで解消したところでどうなんていう気もするけど、結局同歩なり同銀で壁のままですし、あとそもそもこれ取ってこない可能性もあるし、いろいろ不安要素があるんですけど、まあ一応取ってはきましたね。で、同銀で、まあこれ一瞬壁やけど一応銀冠にする。楽しさ残ってんのどう?あ、でも銀すり込み狙われて。顔面受けする?それはさすがに筆。嫌か。こっちの顔面は、嫌なんかな?いやーもう受けますけど。マジかよ!ほんまかよ!あ、歩垂らして。それでも筆?同歩なり同銀、歩。で、また銀出て、同銀同歩。怖いかなぁ。銀をニョキニョキって出ていって、同銀。でも銀は出すと銀打ちとかで角積む可能性があるか。さすがに差し切れないか。やってみたいけどなぁ。やってみた差しかないけど、さすがに耐えきれないかなぁ。これどうやって何を指すの?どうやって何を指すのか、尋ねていきたいんですけど、金寄って、くっつけると、歩突き同歩歩とかで、弱くなった8筋が狙われてしまう。
金を上がるのはあるけど、別に次の狙いがないから、微妙。まあでも金上がって飛車の攻撃通しとくか。フーって拠点作られるんですけど、まあそれはおとなしく引いといて、歩切れになるからっていうか。で、これは受けると、歩突き同歩風で、同香なら同角なりとか言われるんで、ちょっと受けがたい。受けがたいということが言われてます。あと3分しかないの、なんで？なんでな？なんで3分しかないの？怒るよ。いやー、これは自爆な気がしたんやけどな。同歩なり同銀に、また食うて拠点作ってくるんですけども、ぶつけてどうかってことなんですけど、これはちょっと、いやー、大丈夫かな。もう無理やり壁を解消して、勝負しに行きます。駒をもらった方が、逆転は生まれるでしょ。逆転のドラマ作っていこう。逆転のドラマを作っていこうってそういうこと。でもこれ、歩突かれて、まあ、玉頭から暴れるんですごい手なんですけど、歩突かれて、同歩なら、歩なってきて、同金同角なりみたいな殴り方があるし、それもあるんですよね。まあ、これ逃げるしかないんかな。あー、そこで歩かな。そこで歩が。そこで。角のラインがこっちから逸れたんで、歩とかこういう、このこっち方面から相手の方動きやすいかもしれないですね。角がここにいたら、歩突き、あー、それは何ですか？歩とかで支えるんですか？でもいつでもぶっちゃんのだるすぎませんか？いつでもぶっちゃるのだるすぎませんか？でもしょうがないんですか？銀使うのは同銀同銀。飛車切って同銀の時に相手の方は持ち駒が角銀で、角銀持たれたら死んでそうやから。しゃーなし。辛抱。辛抱界の王。こんな辛抱する将棋が認められるのか。いやー、そうっすよね。次これ角出があるんよな。角出られて、角なりとか風なりとか狙われて、生きていけてる気がしていなくて、生きていけてる気がしてないんですけれども、どうなんでしょうか。銀は桂馬とか打たれんの？あ、桂馬とか跳ねられんの？それ嫌だね。それはね、非常にね、嫌だと世間的には言われてますね。は？は？受けなくね？取って同銀銀角出られるね。は？あ、こうか。取ったらこっち取れるか。取って同金しか考えてなかったんですけど、取ったらこっち取れるか。それはもう引くしかない。角打たれるけどね。これ飛車の横撃止まって。角の王手とか、すごい怖い形になってるけど。角がいつでもここで取れるんで、怖すぎるんですけど。これ生きた人は見たことないね。正直ね。いや、それを生きるのが将棋。それはでもちょっと、元気が出るんじゃない？元気出よりじゃない？元気出よりではないの？まあ、でも、くなりきついか。いや、この歩がちょっと遅いというか、それぐらいの攻めしかないようではって言っていきたかったんですけど、いや、普通にきつい説はある。でももう、金で頭殴りに行くわ。角取りにしながら。金出たらこっちの玉、バカ薄いんですけど、もう知らん。耐えてると言い張る。これで耐えてますって言い張ります。まあ、角も取られて、絶対死んでるんですけど、将棋って言い張ること大事やから。言い張ってると、相手もあれ？ちょっと、はっきりした決め方わからんってなって焦るんで、まあ、取って。まあ、桂馬で大体死亡。桂馬で大体死亡やけど、あー、単に打つ手がいいなって、合駒すると桂馬ですね。で、玉逃げたら頭銀とかから迫ってくるし、上がると角成りで迫られる。だから上がる。銀で王手金取り。いや、そういう渋いことやめろよ。そういう渋いことやめてくれよ。俺を救ってくれ。おい！おめでとう。ま、こういうことなんですよね。玉って、やっぱ顔面で、顔面に出て相手玉を玉自ら殴っていく。その威圧感で相手は投了する。
そういうことですね。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、1曲目のグラフはこんな感じになってます。まあ1曲目は脇システムって呼ばれる矢倉の戦後同型の形だったんですけど、完敗ですね。まあ下に触れてたら相手がいい、上に触れてたらこっちいいんですけど、一切触れてないと、こっちに一切触れてないって感じですね。で、なんか対局中、現代将棋ってこういうことっていう本に、これ先手必勝って書いてあったみたいなこと言ってたと思うんですけど、改めて読んできたら、銀出て、角取って、同歩に、角打つまではいいんですけど、で、次、歩突くのもいいんですけど、同歩に、本譜同銀って取ったんですけど、これじゃなくて、同香を推奨されてましたね。で、これで同香なら同銀で、香車交換しながら攻めていけるんで、歩打って受けるっていうのが後手の手筋なんですけど、そこで、どっちだったかな？こっちか。こうついて、同歩に歩をついて、同歩なら、角打って飛車取りと角成りを狙っていくみたいな感じでどうかっていう風なところですね。まあ、いいか、角なってきて、取って、同銀で、銀引いて、馬いじめて、銀引いた時に、一回また歩で馬いじめて、馬出た時に、銀を出ておくと。しておけば、なんか次に歩ついて、同歩に歩からの次歩攻めとか、次歩攻めとかで攻めていけるんで、いけるとか。まあ、その他いろんな筋も、本に載ってたんで、より詳しくはまあ本読んでいただきたいんですけど、他にも攻め筋あって、こっちとしては、十分、先手陣、後手陣を殴っていけるので、これで先手十分っていう解説がありましたね。いやー、そうか。そうなんですね。そっか。同香っていうのがな、普通ではないんですよね。この同香っていうのが、棒銀では基本的にこれ悪手って言われてて、同香は、歩で、こう、この銀が前に行けないんで、棒銀においては悪手と。同銀と行く方が、まあ、同香で取られちゃうんですけど、同香で前に前に攻めていけるんで、同銀が好手と。よく棒銀の講座に載ってるんですけど、この場合は同香がいいっていうことですね。いやー、それ、ああ、そうか、そういうイレギュラーもあるんやって思ったよな、読んだ時。読んだ時は思ったんですけどね。まあでもそれ半年ぐらい前やから完全に忘れてましたね。で、まあ別に本譜の同銀でも別にそんな悪いわけではないんですけど、確かにここからちょっと、相手の方に触れ始めて、相手の方に形勢が触れ始めて、同銀に角なってか。なんか徐々に悪くなっていくんですよね、このあたりから。で、気づけばなんか5、600点悪くなって、気づけば1000点近く悪くなってっていう将棋になってたので、仕掛けの攻め方あたりがちょっと工夫必要だったかなっていうところですね。でも終盤も早かったな。なんかもう全部急所急所疲れて、ど急所を攻められて一気に詰まされて負けになった将棋でした。はい、というわけで2局目は急に解析権使ってグラフしたんですけど、2局目はこんな感じになってます。これは後手番だったんで、上に触れてたら相手の方がいい、下に触れてたらこっちがいいんですけど、全く触れてないですね、こっちも。こっちも全く触れてなかったなぁ。まあ、序盤飛車先の歩交換できたから、まずまずかなと思ってたけど、いや、この、ちょっとタップミス痛かったっていうのあるなぁ。これ、ここに回っちゃうと、やっぱ常に角打ちの、歩取りと、ここなりっていうのを見せられるんで、飛車ここに回るつもりだったんですけど、ちょっとそのタップミスが痛かったっていう言い訳しとく。でもその後の相手の方の指し方が上手すぎたな。この筋違い角から組み立てていく感じが。それが上手すぎたっていうのはありますね。どうすればよかったんかな。なんか徐々に悪くなってるんで、どこがっていうのが難しいんですけど、この飛車を引いたから歩叩かれたっていうところがあるんで、飛車を引かない方が良かった。よく囲っとくぐらいの方が良かったんかな。ちょっとここだけ見てみるか。ここだけ見て、あーでも飛車引きは自然なんや。で、叩いてこられて、あ、同飛車。同飛す。角打たれるけど。歩ついて。え、なんで同角なん？待って、ちょっと待って、なんでこっちならへんの？え、なんでこっちならへんの？え、何言ってんの？え、な、
何をおっしゃってんの？え？なんで？ガチでわからん。角成りは？歩打ち同銀歩。銀逃げたら角ぶち込みとかで危ないってこと？ええ、でもそれがうまくいくとは思えへんけどな。ええ、なんでならへんやろ。なったら、まあ、角からの反撃とかなんかそういうのが怖いってことかな。こっちなったら6筋に歩が使えるようになるんで、なんか6筋で歩絡めてとかも考えたいですけど、6筋硬すぎて、まあ、4筋がここ硬すぎて、歩の使い方ないと思うんで、ああむず。将棋むず。まあでもこっち取るのが最善なんですよ。でもこれなら飛車寄って角成り防げるんで、角引いて、まあ歩で角圧迫して、歩ついて角の逃げ道広げてどうかって感じですね。むず。そうなんや。まあ本譜は本当相手の方は上手くて、徐々に徐々に悪くなっていったんですけども、将棋って最後は魔力なんですよね。魔力を使えるかどうか。魔力を使えるかっていうところが非常に大事になってきて、まあ今回は魔力の力で最後は勝つことができました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。